ニックラース・ハイドフェルドは西ドイツメンヒエングラートバッハ出身のレーシングドライバー。日本ではハイドフェルドと表記されることが多いがドイツ語の発音ではハイトフェルトに近い音となる。元会一ドライバーで2000年から2011年まで海一に参戦していた。元ドイツ会三ドライバーのスベン・ハイドフェルドは実の弟。ドイツ国内のカート選手権でチャンピオンを 獲得するなど活躍した後、1994年にドイツ FF1600 フォーミュラにステップアップ、1996年にドイツ解散に参戦を果たし2年目となる1997年にタイトルを獲得した。1998年国際会散前へ、初年度ながらファンパブロモントーヤとタイトル争いを演じる。が、最終戦で、 燃料規定違反が発覚し、ペナルティを受け、最高尾スタートとなる。これでチャンピオンを逃しシリーズ2位で終わる。1999年マクラーレンのテストドライバーを務める傍ら、引き続き国際会3000に参戦。4勝を挙げチャンピオン獲得、冷静なレース運びから、コンピューターキット、クイックニックと称される。この年には、メルセデスのワークスドライバーとして、 ルマン24時間レースにも参戦したが、メルセデスベンツ CLR が宙を飛ぶ事故を3度も起こしたことによりチームの判断で全車リタイヤとなった。2000年から2011年まで、会一に参戦。183戦を戦い、最高位2位。2012年以降は、会一を離れ、世界耐久選手権にレベリオンレーシングから参戦。 その他2013年にはアメリカンルマンシリーズに2014年はフォーミュライ、e、ンにも参戦している。2000年よりメルセデスの契約か国際会3000選手権のタイトルを引っ下げてプロストグランプリから会一デビュー。メルセデスの秘蔵っ子として期待されたがチームは混迷期にあり、ハイドフェルドはチームメイトのジャン・アレジとの接触など制裁を書き、 全く目立つことなく無得点に終わった。イギリス海産選手権から飛び級でグランプリデビューした同期の新人ジェンソン・バートンに完全に話題をさらわれた形となってしまった。2001年にザウバーへ移籍。開幕戦オーストラリア GP で初入賞を果たし、第3戦ブラジル GP では3位初表彰台を獲得するなど、チームメイトの新人キミライコネンともに、 ザウバーのコンストラクターランキング4位獲得に貢献した。しかしながら、三日発起年離脱により空席となったマクラーレンのシートはメルセデス契約下にあったハイドフェルドではなく、新人ながら印象的な速さを見せたライコネンが獲得することとなり、ハイドフェルドは大きな失望を味わうことになった。2002年には新人のフェリッペ・マスタと組む。 4回の入賞を果たしたが、得たポイントは7ポイントと前年より下回った。2003年モザウバーに残留した。ベテランのハインツ・ハラルト、フレンツェンと組んだ。レギュレーションでポイント制が8位までと広がったため、かろうじて3回の入賞を果たすも、フレンツェンには及ばなかった。2004年カナダ GP にて2004年は、ジャンカルロ・フィジュケラとトレードされる形で上段へ移籍。 チームは末期的な状況で戦闘力の低いマシンであったが、モナコ GP で入賞。また、カナダ GP でも入賞を果たした。2005年アメリカ GP にて2005年、アントニオ・ピッツォニアとのレギュラーシート争いを経て、まさにテスト入団の形で、ウィリアムズへ移籍した。チームメイトには、ラルフ・シューマッハの後任として加入したマーク・ウェイバーと、コンビを組むこととなった。 第2戦マレーシア GP で、自身2度目の3位表彰台。第6戦モナコ GP で、自己最高位の2位。第7戦ヨーロッパ GP では、搭載燃料を軽くした戦略によるものではあったが、初のポールポジション獲得。決勝は3位を走行中、ラスト1周、ュイライコネンが1コーナーで、タイヤトラブルにより、クラッシュ、リタイヤとなると、ローセズして2戦、連続にフィニッシュした。 開幕前は、セカンドドライバー的の見方が多かったが、ウェバーに対して、ほぼ互角の成績を残したと言える。イタリア GP 前のモンツァテストでのクラッシュの影響により、イタリア GP、ベルギー GP を欠場し、復帰を目指したトレーニング中に再度負傷してしまい、結局ブラジル GP 以降の残り3戦すべてを欠場することとなり、ウィリアムズの戦闘力低下と、 相まって、シリスボミの印象を与えることとなった。余談だが、ハイドフェルドリタツにより、ラスト参戦は、アントニオ・ピッツォニアが、シートに収まった。2007年カナダ GP にて2006年により、ドイツの自動車メーカーであり、会一にエンジン供給を行ってきた BMW が、中堅コンストラクターであるザウバーの株式を取得し、BMW ザウバーとして参戦する。これに伴い、 BMW ザウバーはウィリアムズからオプション権を買い取り、ハイドフェルドはフルスからレギュラー参戦することとなった。はじめの12戦を元ワールドチャンピオンジャック・ビルヌーブ、終盤の6戦をルーキー・ロバート、クビサと共に戦い、2人を上回るポイントを獲得した。2007年もクビサと共に BMW ザウバーから参戦。車の安定性やマクラーレンのスパイ事件にも、 助けられ、コンストラクターズランキングではフェラーリに次ぐ2位の獲得に貢献し、ドライバーズランキングでは61ポイントを獲得し、自己最高位の5位につけた。2008年も引き続きクビサとのコンビで、BMW ザウバーより参戦する。シーズンを通して、予選、決勝ともに、クビサの後陣を敗するレースが目立つ結果となった。主な原因として2008年仕様の、 ブリジストンタイヤの特性への対応しきれなかった、特に予選でタイヤを適正温度に加熱することに非常に苦労していたことが挙げられる。その一方で、第15戦シンガポール GP では6位完走で、前年の第8戦フランス GP 以来25連続完走を果たし、ミハイル・シューマッハの24連続完走という歴代1位の記録を更新した。また、 この年出走したドライバーの中で唯一、前線完走を達成した。年間決勝前線完走は、会一史上7人目の達成者となる。2009年シンガポール GP にて2009年も、BMW ザウバーから参戦。カーズを搭載したマシンで臨んだ、開幕戦オーストラリア GP だったが、決勝レースのスタート直後に他社と接触、終始後方でのレースとなり、 完走こそ果たしたものの無得点に終わった。足掛け3年にわたり更新し続けた連続完走記録は第13戦イタリア GP まで続き、第14戦シンガポール GP でスピンしたエイドリアンス・ウッティルに接触されてリタイアを余儀なくされ連続完走記録は41で止まった。BMW 撤退のためレースシートを失うことが確定していたが、 今季のハイドフェルドは任位表彰台1回を含む6回の入賞で19ポイントを獲得し、本人はシーズン終了後の挙手をら監視していた。BMW ザウバーの撤退に伴い、ハイドフェルドはマクラーレンなどのいくつかのチームと交渉するも、どのチームも合意には至らなかった。このシーズンより参戦したメルセですが、ドイツ人ドライバーを欲していたために、ハイドフェルドが移籍する。 可能性もあったが、ミハエル・シューマッハの F1 復帰ということもあって、シーズン開幕直前の2010年2月4日に、メルセデスのテストリザーブドライバーとしての契約を結び、レギュラードライバーから退くことになってしまった。しかし、メルセデスは、レギュラードライバーの経験向上を念頭としたために、結局はメルセデスに在籍中に一度もハイドフェルトに、対して、 テスト走行の機会を与えられることはなかった。2010年日本 GP にて、その後、10年近い、海一でのキャリアを買われ2011年より、タイヤサプライヤーとなるピレリのテストドライバーに就任することとなった。なお、メルセデスとの契約は2010年8月に解除された。ハイドフェルドはピレリにおいてのタイヤテストを8月から9月16日にかけて、数回行ったが、 2010年9月14日、フルスザウバーのレギュラードライバーにペドロデラロサの公認として9月17日より就任し、第15戦シンガポール GP からレース復帰することが発表された。チームメイトは小林カムイ。それに伴いピレリのテストドライバーの座をロマングロージャンに譲り交番することとなった。日本 GP では復帰後初の8位入賞を果たした。 その後の韓国 GP でも入賞したが、ザウバーは来シーズンハイドフェルドに代わり、メキシコ人のセルジオ・ペレスを起用したため、再びレースシートを失うこととなった。ヘレスでテストを行うハイドフェルド・ハイドフェルドの挙手に、関して先行き不透明であったが、2011年2月6日に、ロータスるの GP の首差が、ラリー事故により骨折する重傷となったため、首座の容体が、 開幕戦バーレーン GP までに完治して復帰できなかった場合を踏まえ、ロータスルノー GP は2月9日に、同チームのテスト兼リザーブドライバーを務めるブルーノセナラと共に、ハイドフェルドもスペインのヘレスで行われる行動テストに参加することを発表した。2月12日、ルノー R31 を86周走行し、最速タイムを記録し、テスト後の16日には、 首差の復帰まで、ロータスるのを GP に加入することが発表された。第2戦マレーシア GP では3位表彰台を獲得するが、その後は予選でチームメイトのビタリー・ペトロフの後陣を排すことが多く、また決勝においても上位に食い込めなくなるなど制裁を書く。7月下旬には鋼鉄は時間の問題であるとの憶測も流れていたが、8月24日に、 第12戦ベルギー GP には、リザーブドライバーのセナがハイドフェルドに代わって出走することが発表された。チーム代表のエリック・ブーリエや関係者によると、ハイドフェルドは期待したほどの速さやパフォーマンスがなく、首差に代わってチームをリードする能力を持っていなかったと述べている。なお、このドライバー交代に関して、資金面で苦しいチームがそれを打開するために、 新たなスポンサーが期待できるセナを起用したとの見方も一部、あるが、ブーリーは否定している。ハイドフェルドは契約の有効性を主張し、ロンドン高等法院にドライバー交代の差し止め命令を求める訴えを、見せたが9月3日に訴訟を撤回し、チーム側との和解と、チームからの離脱を発表した。ドイツフォーミュラ3選手権国際会参前選手権。 1一ォーミュライルマン24時間レース FIA 世界耐久選手権アメリカンルマンシリーズスポーツカー選手権ポルシェスーパーカップ V8 スーパーカーありがとうございます